こちらの黄色い色が、天ぷらの衣になるところです。こちら60度の温度で溶けてます。どうですね、こちらを紙コップに入れてお渡ししますので、皆様は入ってる下の方ずっと持ってると熱いですから、入ってない上の方を持ってください。エビの場合はこのくらいの長方形をジグザグに塗りつぶすような感じで、ローをかけていきます。高さが重要です。高さ水面から60センチぐらい、この高さを保ってください。で流し入れます。高さがあることによって跳ね返りを利用してサクサクの衣になるんですね。はい、ではまあやってまいります。このくらいの量をジグザグジグザグと、行ったり来たりしながらですねかけていきます。中に重ねてですね、厚めのみっちりとした衣を流し入れていきますね。で尻尾がちょっと出るところに置いちゃいます。置いたら一回手を離していただいて、尻尾の先だけ持ちますね。で尻尾の先斜めにするように沈ませていきます。でひっくり返します。こんな感じで、エビの衣ができてます。でですね、こちらを手を広げていただいたところに乗せさせていただくので、手のひらの上に乗ったらば優しく優しくですね衣を形作っていきます。はい、で衣柔らかいので上から触っちゃうとですね一気に衣潰れちゃいますから、上の方は触らないようにしてください。で形が大丈夫であればですね、こちらにお水が用意してあるので、お水の中に1回転するとパリッとですね、エビの天ぷらの出来上がりですね。はい。